こんにちは。 YouTube を活用して、月収100万、これはね、今からでも全然可能です。YouTube の参入がもう今更遅いんじゃないのっていう方、その考えは、半分正解ですよね。というのが、ヒカキンさんとかね、はじめしゃちょーとか、あの辺になりたいっていうんだったらもう手遅れです。あの席はもう埋まってます。あれと同じレベルで、例えばね、チャンネル登録500万人とか700万人とか1000万人、これ日本国内で日本語だけで行こうと思ったら、これはもうね、席が2つか3つでもう十分なんですよ。でもですよ、世の中にはニッチとかね、マニアってのがあるわけなんですよ。チャンネル登録8000人とか1万人とかね、2万人とか、このぐらいだったらね、まだまだ余力はあるんですよ。じゃあテーマを何に選ぶかってことなんですよ。全然カバーされてないテーマっていっぱいありますからね。だからそういうところを狙いつつ、もしくは、私は吉谷さんみたいに何でもかんでもやる、このジャンルも結構広いんですよ、実は、ね、要するにコンテンツの中身じゃなくて、コンテンツを提供している人に興味を持っていただくっていうことになると、千差万別、十人十色ですから、100人が100人自分の色で発信できるんですよね。ただそこには一定の根性がいります。そしてたまにはね、アクセスを意識したそういった発信も必要になってきます。だから多少のテクニックがいるんですよ。ところがですね、テクニック以上に根性を出して、もう数万本に向かってやるぐらいの気持ちがなければ、さすがにですね、このノージャンルで雑誌のようにね、あれこれやるっていうスタイルは続かないです。だってあれこれなんないんですよ。なんか結局数パターンのジャンルに偏って、しかもそのジャンル一個一個が薄いわけでしょ、コンテンツの量が。じゃあ私は吉田さんがやってるね、億万長者合宿というテーマだけでも数千本っていうね、ことをやってると。このぐらいの厚みがあれば、それはさすがにね、ファンはつきますよ。で、テーマがいろいろって言いましたけども、なんか100テーマ、200テーマとかね、500テーマとか1000テーマ、このぐらいでやれるかってことですよね。もうそうすると、そのニッチなものからメジャーなものから、何でもかんでも人の、再生数をね、こう拾うことになりますから、そういう戦略でやるんだったら、YouTube はこれから全然ブルーオーシャンで、月収100万とか、みんなで行きますよ、これは。月収100万とか、100万じゃなくてもね、月収30万とか50万だったらとりあえずいいじゃないですか。これは YouTube で完全に行きます。広告収入だけを考えたらきついですよ。広告収入プラス動画発信の影響力、ね、ここまで言っても、いや顔出しがどう思う、 YouTube は今ね準備してるんですけど、水面下でやってるんですけど、こんな感じの人が多いですから、腰が入ってないんですよ、金を稼ぐことに。 YouTube まっすぐやればお金は簡単に稼ぎますよ。でも YouTube まっすぐやらないわけですよ。やっちゃやめ、やっちゃやめ、時間が空いたらやる。でも優先順位低いんですよ。なんでしょうね、お金に困った人がお金を稼ぐ方法の優先順位を自ら落として、稼げないことを一生懸命やるみたいなね。例えば月収15万とか20万の会社に律儀に従って、副業禁止だからとか言って、その会社の月収15万20万を最優先するわけでしょ。いや、それじゃあね、そこから抜け出せないですよ。ずっと月収15万20万ですよ。でもそうじゃないと、その月収15万20万っていうのは確かに安定して入ってくるでしょうけども、安定してそれ以上伸びないんですよ。安定してね、伸びようがないんですよ。そしたら計算したら分かるじゃないですか、かける12とかける40してください、いくらになります。人生を買い取る値段にはなんないですよ。しかもその会社が40年続けばって話です。今その会社がなくなったり、その会社を思い出されたら、他に面接で取ってくれるようなところってありますかね。月収15万20万の人を欲しがる会社ってありますかね。月収50万100万の人だったら、いろんな会社が欲しがりますけどもね。でも月収50万100万取ると、もう完全に就職するって選択肢はなくなります。自分でやった方が絶対に見入れがいいと思うんですよ。そういった形でね、いろいろと選択しなければならないときに、選択には必ずリスクも付きまといます。リスクを少なくしようと思ったら、やり込むことなんですよ。でも今までと同じペースで乗るレールだけ変えて、リスクが高いとか言ってるわけでしょ。話にならないですよね。乗るレールが変われば、そのレールに応じたスピードで走らなくてはならないんですよ、ね、上り坂かもしれませんよ。転落するような急降下かもしれません。ちゃんと乗りこなして、そのレールの上をきちんと走っていけるようにね、調整しなければならないのかなと思いますよね。でもね、 YouTube をやらないでビジネスを成功させるのは非常に難しいと思いますよ。だからそこはね、心からね、心してね、かかった方がいいと思いますね。とにかくお金を稼ぎたいんだったら YouTube ありきで、 YouTube 使わずにお金を稼いでる人は、それ特別なことやってると思いますんで、それはあんまり真似しない方がいいんじゃないかとさえ思いますね、私はね。では、いってらっしゃい。